はい、では今回は時間を計って5分で巻こうと思います。用意スタート。はい、では始まりました。5分で巻きます。まずは頭を4等分に分けていきます。耳の上から、後頭部ですね、一番出てる後頭部のところまでを1つ。ゴムは何でもいいんですけど、まあ、この辺だったら子供のねゴムとかでざっと結んじゃってください。そんなにしっかり結ばなくていいです。鉢の上くらいまで一気に結んじゃってください。これ結構なんて言うんですかね、大変な頭になるんですけど結んでると多分皆さん家だと思うので、誰に見られてもいいような感じにしてください。やばいですよね。まさかのちょっともう40手前でツインテールを晒すと思わなかったんですけどこんな感じで下は耳の下のぐらいに結びます。本当にもうなんかざっくり結ぶ感じでいいです。結構雑にもうしっかり結べてないんですけど、2、3巻きするぐらい、止まっとけばいいぐらいの感じで結んじゃってください。これは結構やばいですね。はい、4分割です。お人形さんで言うとこの一番高いところとこのもみあげくらいまでつながる感じですね。こういう感じで4分割をイメージしてやってみてください。はい、こんな感じです。こうですね、もう分け目とか結構ざっくりでいいと思います。はい、ここまでやりましたら次は、あ、今1分24秒。はい、次巻きます。これを向きなんですけど外向きにしていきたいんで、はい、これを鏡の方に向けてください。このパチパチ挟むところを鏡の方に向けてやっていくと外巻きに自然にできます。自分の方に巻きたいときは逆にこのパチパチを自分の方に向けてからやると内巻きが簡単に折れずにできます。もうこうやった感じでざっくりざっくり 2個か3個くらいで巻けて巻くと巻き残しがね見えないんですよ。ここちょっと巻いてないかなと思うところなんかはこのまとまってるところ一気にこうやってしまえば、これもここも2個か3個に分けていただいて、はい、パチパチを外ですね、このままくる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 巻いていきます。こういう感じでざっくりざっくりくるっと巻いてくださいね。こう下ろして巻くとどこ巻いてなかったっけとか後ろ巻いてないかなとかあると思うんですけど、これだったらまとまってるので巻きやすいですし、向きさえ揃っていれば綺麗にできるので、こんな感じですね。はい、反対側も巻いていきます。反対側はちょっと縦に巻くとずっと手の感じやりにくいと思うので、コツがあるんですけど、今度このパチパチをですね、下に向けてから、はい、パチパチを下にパチパチ、ここですね、はい、下に向けてからこれを縦にします。ねじっちゃってください。もうこれで手があろうが外巻きが簡単にできるはずです。で上も巻きますね、同じように。またパチパチを下にして縦にねじって巻いていきます、ね、肩がねだんだん痛くなってくると思うんですけど、ここはねちょっと頑張っていただいて、はい、巻き残しが見えないようにしっかり巻いていきましょう。もうこんな感じですね。結構やばいですね、この。お、4分半ですね。急げ急げ。これで3、2、1。一気に外します。これでなんと、巻けてます。
ここから、まあ、5分です。ちょうどこれで。これでも可愛いんですけど、よりちょっと可愛くお出かけの時なんか可愛くできるようなポイントとしては、一つですね、この顔周り、奥で毛で残すようなところとか、顔周りのところだけを、ここを一線取ってもらって、このこめかみ部分ですね、をちょっと巻きにします。ここだけでいいです。またこっちもですね、こめかみ、まあ、その前後くらい取っても平気ですね。それは持って、はい、また下に向けてねじり上げる。はい、こんな感じです。そうすると、まあ、左右ここで合ってなかったら、ちょっと左右合わせてカール付け直してください。そうすると、よりふんわり感が出た巻き方になります。最後にオイルをつけます。全体的にもう伸ばすように、最近なんかカールが強いよりもふわっとした方が流行ってるので手につけて伸ばしちゃって大丈夫です。もうざっくりざっくりつけたら、手でなんとなく太巻きな感じに手で持っていってください。これで太巻きの完成です。全部で5分ちょっとくらいですかね。意外と早く可愛くできたと思います。ぜひやってみてください。